はい、皆さんこんにちは。タワバレチャンネルのナビです。タワです。いつもご視聴チャンネル登録本当にありがとうございます。今日はですね、待ちに待ったつるばらのね、剪定誘引作業の方ね、行っていきたいなというふうに思います。こちらにね、見えますのはピエール・ド・ロンサール、世界一ね愛されているバラ、ピエール・ド・ロンサールですね。フェンスにね、こういった感じでね、仕立ててますね。で、隣にもね、ピエール・ド・ロンサールあるんですけどね、こちらのピエール・ド・ロンサールはですね、もうすでにね、剪定誘引が終わっているという感じですね。今ね、ちょうど剪定誘引の方が、作業がね、終わった感じで、こういった感じですね。うん、なんでね、今からこちら右側のね、ピエール・ド・ロンサールのね、剪定誘引の方、行っていきたいなというふうにね、思います。はい、それじゃあね、ピエール・ド・ロンサールのね、剪定誘引のね、行っていきたいと思います。まあ今見てもらうとこんな感じでね、もう葉っぱの方はないんですけどね、もう12月頭に葉っぱ取りの方をしてですね、今現在ね、休眠期に入っているという状態ですね。なんで、まずね、剪定、枯れた枝、あとはですね、細枝のをね、剪定して誘引作業の方入っていきたいと思います。で、こちらのね、ピエール・ド・ロンサール、お花の方がね、10センチ以上のね、大輪のお花を咲かせると。大輪のね、お花を咲かせるために必要な枝の太さっていうのは鉛筆、最低でもね、鉛筆の太さがいります。なんでね、細枝っていうのは鉛筆よりも細枝のをね、剪定していきたいと思います。それではね、今株元見てもらってね、枝の方がどういう状態かというのをね、確認していきたいなというふうに思います。こちらね、ピエール・ド・ロンサールの株元になりますね。こちらのピエール・ド・ロンサールはですね、去年の6月に我が家にね、お迎えしたんで、今1年半というね、株になりますね。で、株元はね、こういった感じになってますけどね、一体ね、どの枝が今年出た枝なのかなという感じになりますけどね、まあ比較的ね、この緑色、若々しいですね。今年ね、出てきたベーサルシュートになりますね。で、この奥、こちらね、こちらの枝も今年出てきたベーサルシュートという感じになるんで、計2本ね、今年はベーサルシュートが出てきたという感じですね。で、こちらの枝と、この後ろにあるね、こちらの枝はですね、去年の枝になりますね。なんでね、今計4本という感じに、ね、なってます。じゃあね、枝の方をちょっと見ていきたいと思います。こちらのね、ベーサルシュート、今年出てきたね、株元から、元気なね、枝が出てきたんですけど、こちらの方はですね、ずーっとね、こう縛ってあるんですけどね、これはね、折れないようにね、縛ってある感じだね。ずーっとね、上の方まで伸びてますね。つるばらのね、ベーサルシュートっていうのはね、枝の方をどんどん伸ばすんでね、上に上に伸ばす感じで、今こういった感じでね、仕立ててあるという感じに、ね、なりますね。で、こちらのね、ベーサルシュートの方もね、見ていきたいと思いますけどね、こちらのね、ベーサルシュートはね、分岐してるんだよね。ここでね、一回分岐してるね。こっちの枝と、これが主の枝ね。うん。で、ずーっと伸びてきて、またね、ここでも分岐してるね。ここで分岐して、で、またここでもね、分岐してると。うん。で、またこう、ずーっと伸びてきてるね。上に上にね、伸びて、うん。こんな感じになってますね。なんでね、このベーサルシュートに関してはね、まっすぐ、上に伸ばしてたんですけどね、まあ、なんせ、サイドシュートの方が、たくさん出てきてね、誘引できるね、枝の方が増えたなというふうにね、思いますんでね、まあ、今回ね、こちらのね、サイドシュート、これと、うん、こちらのサイドシュートの方もね、誘引して、お花を咲かせていきたいなというふうにね、思います。去年の枝の方もね、見ていきたいと思います。こちら去年の枝ですね。こういった感じで、ここでね、分岐してますね。まあ、なんせね、鉛筆よりもね、細いんだよね。もうここら辺もすでに、鉛筆よりも細いですね。これもね、鉛筆よりも細いんですよ。うん。なんでね、もう今回、この去年のね、枝、こちらの枝ね、のはね、株元の方からね、剪定しようかなというふうに思ってます。こちらもね、去年の枝だね。こちらの方はね、鉛筆よりも太いんでね、今どういった感じになってるかというとですね、
ずーっと伸びていって、まあ、こういった感じでね、もう誘引してあるよね。うん、麻紐でね、縛ってあるんですけどね。これはね、去年のちょうどこの時期に、この枝をね、誘引するために縛ったと。1年越しの紐ですね、これね、麻紐。うん、で、まあ、こういった感じで、ずーっと伸びていってですね、ここでね、分岐してるね。うん。で、ここでもね、分岐してるね。うん。去年のね、冬にこの枝をね、誘引したと。うん。今年の春にね、この枝。これね、この枝が今年の春に出てきた枝。こちらもそうですね。今年の春に出てきた枝だね。うん。で、ツーッと伸びてきて、まあ、これでね、お花が咲いたと。で、お花が終わったんで、ここにね、切り口あるよね。これ、花子剪定でね、ここで剪定したと。うん。で、剪定した付け根からまた枝の方が伸びてきて、ツーッとね、上に上に伸びてる感じですね。なんでね、誘引する枝っていうのはこちらの枝ね。この今年の春でできたこの枝と、こちらの枝だね。うん。こちらの枝の方を誘引してお花を咲かせると。で、去年のね、この枝っていうのはね、まあ、お花の方ね、今年出てきた枝に比べるとね、花つきがあまり良くないと。うん。まあ、こういった感じでね、芽の方はあるんですけどね。まあ、今年の枝に比べると、花数が減るという感じなんでね、まあ、土台と考えてですね、まあ、こちらの枝と、こちらの枝ね、今年春に出てきたこちらの枝2本を、誘引してお花を咲かせるという感じにね、していきたいなというふうに思います。はい、今ね、枝の状態見てもらいましたけどね、まあ、今こういった感じでね、まあ、今年出た、ベーサルシュートは2本と、去年の枝が2本、計4本ということですね。じゃあね、枯れ枝、細い枝の方をね、剪定していきたいと思います。まずはね、こちらですね、この枝ね、去年の枝ですね。こちらの方はね、もう鉛筆よりも細いんでね、まあ、この辺はね、まだ鉛筆ぐらいはあるんだけどね、こちらの枝と、もうこれもね、もうすでに鉛筆よりも細いと。うん。なんで、こういった場合はね、もう株元から剪定しちゃいます。ここですね。うん。この位置にね、剪定します。じゃあ切りますね。うん。切れましたね。はい。じゃあね、どんどん剪定の方をしていきたいと思います。まあ、今年出たね、こちらのベーサルシュートの方からね、見ていきたいと思います。まあ、なんせね、もうこの辺はもう全然太いですね。太いと。うん。全然問題ないですね。でね、上に行けば行くほどね、枝の方っていうのは細くなっていくんでね。まあ、この辺りかな。この辺りがね、ちょうど鉛筆ぐらいの、太さなんでね。まあ、この辺で、ね、切ろうかなというふうに思いますね。まあ、これ以上上がね、まあ、ちょっと細いかなという感じなんで、まあ、ここで切ろうかなと。ここにね、赤くポチってなってるけどね、これがね、芽ですね。うん。なんでこの芽のね、5ミリから1センチ上を、水平に切ると。つるバラの場合はね、内目外目、特に気にすることないんでね、目の上で、5ミリから1センチね、上を水平に切るという感じですね。じゃあね、切ります。うん、 OK ですね。こんな感じでね、どんどん枝の方ね、剪定していきたいと思いますよ。はい、それではね、こちらのベーサルシュートねの方もね、処理していきたいと思います。はい、こちらのね、サイドシュートの方もね、切っていきたいと思いますけどね。まあそうですね、これぐらいかな。うん。これぐらいがね、鉛筆ぐらいの太さなんでね、ここで、切りますね。OK です。はい、あとこの枝だね、ちょうどこのベーサルシュートのね、主になってる部分だね、の枝になりますね。まあここかな。ここがね、鉛筆ぐらいかな。ここで切りますね。うん。OK ですね。これで、今年出たね、ベーサルシュートの、枝のね、処理の方が終わりと。続きましてね、昨年の枝のを見ていきたいと思います。はい、昨年の枝ね、この枝ですね。これずっと、見ていってもらうと、ここだね。これが、昨年の枝だね、誘引した枝。で、この2本が、今年の春にね、出てきた枝と。なんで、この2本をね、今から鉛筆のね、太さのとこまで切り戻すという感じですね。はい、じゃあね、剪定の方していきます。まあ、鉛筆の、太さ、そうですね。まあ、あんまりね、この枝自体太くないんでね、まあ、これぐらいかな。
5ミリから1センチね、上を水平に切ると。で、こちらの枝、こちらの枝もね、そんなに太くないんですけどね。まあここかな、これぐらいが鉛筆の太さかな。なんでここで切ります。これでね、細枝、枯枝、まあ枯枝はなかったですけどね、細枝の、処理の方も終わったんで、今からね誘引の方をしていきたいと思います。はい、それじゃあね誘引作業の方を行っていきますけどね、まあ人それぞれねやり方も違うと思うんですけどね、私の場合はね、まあ、上の方から誘引を、していってですね、まあ、だんだん下の方にね降りてくる感じでね誘引作業の方をしてます。だいぶね枝の方切ったんでねすっきりしましたね。根がね 100% っていう風に考えるとね、上の比率が今 70% ぐらいかな。うん、なんでね来年の春になると 30% 分ね、何らかのアクションが起きると思うんでね、またベーサルシュートの方がね出てきてくれるといいなという風にね思います。はい、それではね誘引の方を行っていきたいと思います。私ね今片手でね作業してるんで、手袋の方してないですけどね、あの鶴原誘引するときはね革手、ゴム手だとね峠の方貫通するんでね、革手でねやった方がいいですね。非常にねこんな素手でやってると危ないんでね、革手をね使って作業するようにしてください。まあ普段ね私革手の方してるんですけどね、まあこういった感じでね枝をなるべく、横に寝かせると。ただねこちらのピエール・ロンサール枝が非常にね硬直、硬いんですよね。なんでこうあんまり無理して曲げるとね枝が折れるという感じでね、今結構力入れてるんですけどね、もうこれがねちょっと限界かなと。これぐらいの角度がね引きで見るとこんな感じだね。うん、まあ、45度ぐらいっていうの、うん、これぐらいの角度が、まあ、限界かな。うん、まあ、こんな感じでね枝の方、上の方からね順番に、縛っていきたいなというふうに思います。はい、誘引のね終わりました。今こういった感じでね、まあ、そうだね、フェンスの上の方までは枝の方なんとかね、誘引できたかなというふうに思いますけどね、まあ、枝とね枝のこの間隔っていうのはね、まあ、最低でもね10センチぐらいは、開けた方がいいですね。あんまりあの間隔が狭いとね、まあ、ここからね枝の方が出てきてね葉っぱの方も展開してお花が咲くっていう感じになるんでね、まあ、あんまり混み合ってしまうとね、お花の方が咲かなかったりね、病害虫のね原因にもなったりするんでね、まあ最低でも10センチぐらいのね間隔を空けて誘引するといいかなというふうにね思います。まあこういった感じでね枝の方、下の方にもね誘引することができたんでね、まあ全体的にお花の方咲くんじゃないかなというふうに思いますね。来年のね春が非常に楽しみだなというふうに思います。で、麻紐のね縛り方なんですけどね、まあ、あの人によってね全然違うと思うんですけどね、まあ、私の場合だとこんな感じでね、まあ、とちんこっていうんですか、うん、とにかくねこの枝がね動かないようにすればいいと。なんで縛り方はねもう何でもいいかなと、まあ、自分流でね縛ってもらえばいいかなというふうに思いますけどね。ただこの枝がね、動いてしまうとね花つきが悪くなるということなんでね、しっかりとこういったね構造物のにね縛るというのがね大事かなというふうに思います。はい、それではね、ピエール・ド・ロンサールのね剪定誘引のね無事にね終わりましたね。これでね来年の春非常に楽しみだなという感じに、ね、なってますね。うん、まだまだね我が家鶴原の方がねたくさんあるんで随時ね配信していきたいなというふうにね思います。それでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。また会いましょう。さよなら。